い、どうもこんにちは、アイヤキッチです。さあ皆様こんにちは。まあ、今日はですね、絶賛今プチ炎上中の、はい、お宝写真をやっていきたいと思います。まあ、今日は結構ね、お宝写真やってないよ、難しいんじゃねえのとかってね、いうお声があったので、まあ、これだけサクッと終わるよ、これだけ楽しいね、イベントなのよ、コンテンツなのよっていうことをお伝えするためにやっていきたいと思います。僕はね、ソロ戦なんですよ。私はね、ぼっちなんでね、いつも一人でやってるんすよ。だけどね、みんなの持ち寄りでやってみたくて、野良で募集したいな、ルンルンって思ってる方、はい、今日はね、野良での募集の仕方もご説明していきたいと思います。まず野良の準備するものがまああるんですけども、まあ事前準備、野良募集をするためにはね、事前準備というものがすごく必要になってきます。簡単ですけどね、とにかく野良さんで募集するときって、まあフレンドとね、ルームとかチューメント行くときと同じように、わーいルンルンって言って、わ右だよもうちょっと右、あ間違った、そっちは西じゃなくて東だったとかってね、わいわいとしながらできないんです。すごい殺伐と、もうね、あっという間に、はい見つけました、はいありがとう、はい次行きましょうっていうような、すごくね、こうなんていうのかな、業務ではないんですけど、とにかくスピードが命っていうようなね、コンテンツになっちゃってんだよね。まあまあ、野良で行ったことが1回か2回しかないんで、もう忘れちゃったんですけど、まあ最近のネットの声とか聞くと、お宝写真で場所特定しないで野良で募集するやついるのとかいっていうね、声も上がってるんで、とにかく時間をかけないことっていうのが、まあ野良さんの第一のポイントなので、まず事前に準備するものが必要になってきます。で、必要なもの、準備するもの、はい、これドン、まあシャベルなんですけどね、シャベル、これ毎回道具、大事なものをお宝シャベルでやって掘るっていう工程をしてる方いますか？まあ僕がそうなんですけど、よく使うセリフに入れてください。いろいろ設定でよく使うセリフ設定して、セリフ内容変更でいいのかな、セリフ内容変更でタイプのところ、大事なもので、お宝シャベルを選んでください。決定。で、これで、よく使うセリフのお宝シャベルを設定すると、大事なものをね、選ぶ手間が省けるので、まあ、こういったね、事前の準備も必要になってきます。うん。まあ、あとは、写真をもらっていくだけなんですけど、遊び方ガイド、お宝写真まで飛んで、レベル30が条件なんだね。とにかくバージョンいくつとか関係なく、レベル30が条件で、まあレベル30以上上がってるキャラがいれば、職があればいけるということなので、まあ早速ね、いける方はね、これ必ず言っといた方がいい、結構いいものもらえるから、うん、結構いいものが、はい、で、ちささんさんに話しかけて、はい、時間がありましたらお宝探しをしてくれませんか、はい。はい、ということで、カメラのシャッターが一人に押されて、写真を見ることができるんですけども、大事なもの、お宝写真ケース、はい、ドン。これは結構簡単な部類だね。多分これメギストリスですよね。メギストリス。多分ですけど、さあメギストリスに来て、ここでおしゃべりシャベルを使って、はい、ノー、あ違うマップなんだ。でもオルフヤ系のね、マップで合ってるってことだよね。さあ風車の丘へ来まして、ノー、え違うん、どこだってわからなかった、君もういい加減も勘弁してくださいよって。実はとあるね、サイトにアクセスすれば簡単にね、できることがあるんです。まあちょっと勝手にね、このサイトを載せるわけにはいかないので、なので、まあちょっと画面には映せないんですけど、 Google でドラクエ10お宝写真と入力してくれれば、写真もね、まあ今までに使われたものが、何個かねピックアップされて、ここだよって教えてくれるサイトがあるので、
そちらの方をね使いましょう。まあ、今回ね、オルフェア大陸だと思うのね、この写真が。なのでこの橋と同じ場所の写真、はい、ということでありました。プクレット地方の D5 左端の手前と特定しましたので、はい、じゃあ今からグレンイチ行ってわーい行こうかなって思わないでください。まずその前にやることがあります。まあメガルーラストーンをね持ってる方は大概行けると思うんですけども、メガルーラストーン、プクレットの村、これがメガルーラストーンにないところなんであれば、メガルーラストーンで行けないところなんであれば、その場所に行ってルーラストーンに登録してください。こういう風に、まあ、今回はメガルーラストーンで行けるところなので、まあ、登録する必要はないです。まあもしくはメガルーラストーンを持ってないキャラで、ね、いるかもしれないので、まあ念のため登録しておきましょうね。さあこれで準備はバッチリできました。あとはグレンチ行って、グレンチ行って募集するだけっていう状態になります。はい、では次にですね、グレン、まあ今21なんですけど、まあ規約によって動画が撮れなくなってしまったので、サバ21でね、桜をしこ、あ、違う、勇敢なこと言うな、ね、通りかかった人に募集してみたいと思います。募集文はこんな感じかな。お宝写真持ち寄りあと3特定してますっていうことと、その特定した先の石もあります。で、場所も知ってるよってことね、細かいとこまで、さっきの言ったプクレット、D5 となっておりますっていうことをちゃんとね書いてください。特定もしてなくて石もないっていうことになると、まあ特定してなければ石ないんだけどね。はい、ね、とあるねところにさらされますんで、ね、気をつけてくださいね。はい、ということで早速募集してみたいと思います。階段下書くの忘れた。お、びっくりした、びっくりした、めっちゃびっくり。もうかと思ったけどちょっと違ったね、仕込んでる方は違ったんで。お宝写真持ち寄りあとさん特定しあります。階段、あれ、お宝写真持ち寄りあとさん特定石あります階段っていう感じで募集していただければ、まあグレン1でね、ここサーバー21のグレンは募集は人いないんでダメですよ、1に行かないとダメですよ。こういう文面を用いてちゃんと募集してください。あ、来たルキナシャン、あ、よろしくお願い、仲間誘う時ね、はい、よろしくお願いしますとね、はい、ありがとうございます。で、あと3っていうのをしっかりと変えて、あとにお宝持ち寄り、宝写真持ち寄り、あとに特定しありますっていう風に、募集してってください。はい、ってことで3人揃いました。ではね、よろしくお願いします、よろしくお願いしますってことで、募集主のね、まあこれ順番はどうなんだろう、順番は特定適当でいいのかな。では特定先、特定はプクレット、D5 になっております。石作ってありますと。ということで早速ね、今から行ってきましょう。まあこんな感じでね、ノラさんだともうしっかりねやらないとすごいね叩かれちゃう、叩かれてるまではいかないかもしれないけど結構効く、結構なんかね、ネットとかで見てると、おいおい、今日ノラでお宝写真持ち寄り行ったけど特定してなくて散々だったで、つるつる連れ回されてとかね、特定しないやついたなんてふざけんなとかっていうね、まあそういった書き込みとかもあったので、もうお宝写真で結構ね、まあギスギスしてるなっていうね部分が見受けたんでね、まあいいじゃないと思うんだけど、やっぱりまあでもノラさんと行く時はやっぱり時間をかけるとかっていうね、まあコンテンツではなく、やっぱりあれなんだろうね、サクッと終わらしてやるコンテンツだと思うので、まあノラさんに行く時場合はね、ノラさんに行く場合は
ちゃんとね、特定をして石をしっかり作ってやってくださいね。 D5 であるって言ったよね。あれこの辺 D5 って書いてあったのにな。まだ遠い、北西。あれ D5 お大丈夫っていうようなことになんないように気をつけてね、みんな。でもここら辺も D5 だもんな。 D5 っちゃ D5 だもんね、ここら辺もね。ここよいしょ。まああと本来なら4人乗りね、ドルボもあるとかなり喜ばれますね。うん、4人乗りドルボ。さあ D、 あこの辺だね、橋映ってたもんね。橋映ってたので北の方、まあ、この辺かな、この辺。ズバリこの辺。あとちょっと西の方掘ってみましょう。西、西って言って右に行くやつね。あまあこうやってね、すいませんって言ったけど、ちゃんとね、もう OK って。何してるんですか、そこで。なんでモンスターと当たってるんですかとか言ってね、ギスギスしないようにね、みんな。ね。あやったよと。はい、かん、たん、楽しい。ありがとう、おめでとう、ありがとうございます。あや口がお宝、お、かわいい。かわいい。はい、で、特別なね、アイテムがあるんで、はい、ドン。はい、デモに、ういじゃない、福引き20個、金の連携し。で、ちょっと、今回僕ね、ちょっとね、一個不安を言いたい。不満だ。不満じゃない、不満を言いたい。これね、小さなメダルだったのに、今まで、アクセサリー箱になったんだよね。メダルじゃないのね。ねえ。小さなメダルじゃない。夢のアクセサリー箱2になったの。なんか、あれだよね。今回何なんだろうね。今回。変わったっていうものがないよね。告知が。小さなメダルなくなって、アクセサリー箱なりましたよとかって告知ないよね。うん。ちょっとなぁ、なんかいつの間にか変わったんだろうね。さあ次は、ルキナさんのお宝写真なんですけども、まあこっからはね、ノラというよりは、まあ身内でこうやってワイワイやった方が楽しいよっていうね、まあ動画にしていきたいと思って、多分ね、この写真はジュレット。僕ね、実は、あ、ここだ。やっぱジュレットだ。ジュレットだよ。ほら、こうやってね、こうやってやりながらやると、お宝写真もね、本当は楽しい。うん、ジュレットだよねって言いながらね、東だよって言いながら、地面緑だもんな、そうだよね。っていうような、やりとりも楽しめて、うん、なかなか楽しいですよ。まあ、効率がいい方はやっぱり、早くね、時間を短縮してやりたいっていう方は、まあ、ノラで、まあ、特定し合っていった方が、楽なんですけど、やっぱりね、運営の趣旨としては、お宝写真をキャー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 パーティーでね、身内やり言いながらね、探してくださいね、というようなね、お、近いね、近いね、なんと、の意図をね、思ってると思うので、これじゃないね。ここだから、だからこの辺かな。この辺の掘れば、あるでしょう。まあ、結構ね、こうやって分かりやすいものは分かりにくやすいからね。分かりにくかったら、サイト使えばいいしね。この辺。で、今回の、あたりが、今回のあたりが、無道コインみたいなね。まあ、今30万ゴールドで、取引されてるんで、かなり当たりだと思うんで、それが。皆さん頑張って探してください。なんだよ、来たとか言われたり、なんととか言われたりよ、ここか。多分ここでしょう。この辺、ここ、ここだよ。あ、南か。まだ南だ。この辺だ。ここ。楽しいな、やっぱり。ワイワイ言いながらね。かなり近い。西。ちょ、西。もう東行ったり、北行ったり、西。本当によ、この辺か。ここ。あ、ここ。ここ。国市の方ってましょう。おーおーおお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 。ここだ、ここ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 発見、発見、ここ発見、ここ発見。優雅に乗っとるな、優雅に乗っとるな。お宝発見、やったぜー。ちゃんとみんな喜ぼうね、分かち合おうね、喜びを。やったー、ありがとうございます。
あ、こんなウェディが掘るとこんな感じなんだね。へえ、はい。うつろいそう、あ、うつろいそう、嫌な、嫌な、あれ、思い出しか読みがらないぞ、うつろいそう。目がうつろってますよ、僕は、いまだに、ポテキチ君は。ええー、おい。さあ、ということで次にやりたいのが、坊さんか、これ分かりづらいな、フィリアさんどこ？あ、これは分かりやすいね、雪原。じゃあ、フィリアさんの方が分かりやすいんで、行きますか。雪原だよね。どっかかなとか言いながら、こうやってね、ラギ説で自分のどこだろう、ピンとこない、砂漠っぽいからオーグリードのどっかかなっていうような、こういうね、こう探索好きな方はすごい面白いコンテンツだと思う。ただそういう系が嫌いな人はね、多分すごいね、煩わしいね、コンテンツだと思うんで、まあ二手に分かれますよね。僕もこうやって謎解きっていうか、まあ謎解き苦手ですけどね、ドキドキしながらやるのが面白いので、うん、かなり好きなコンテンツなんですよね。だから自分の足で探したいっていうかね、うん。なのでまあ今回ランガオ産地かと思ったら、はい、ドン、別のマップ、ちょっと今ちょっと飛ばしちゃったね、飛ばしちゃったね、よいしょ。のボソボソして美味しくないです、お宝は別のマップにあるみたいですね。まあっていうように表示されるので、まずね、まあ大陸割っとると、大陸は、ただマップが違うっていうようなヒントを結構教えてくれるので、まあ、いつか見つかるって感じかな。ただそれが長いか時間、長い時間拘束されるかね、短い時間拘束されるかっていうの差があるんですけども、まあ、特にこの雪山なんかはね、探しやすいと思うので、まあ、あれですよ、今回まあ僕もちょっとびっくりしたんですけど、まあ、いきなり告知も何にもなしで、今日当日いきなりね、このお宝写真やります、やりますっていうか、郵便箱に送られてきたんだよね。まあ最初の炎上系の話なんですけども、なんで炎上してるかって話なんですけども、そう、いきなりね、お宝写真開催しますとか言って来たんですよね。普段このイベントって告知されるんですよ、何日か前に、何月、何日から何日からお宝写真やりますので皆さんどうぞって、どうぞって、でそれでいきなり皆さんね、はぁってなって炎上してるわけですよ。うん、まあっていうのは、このねコンテンツ、みんなねすぐやらない方もいるみたい、みんなっていうか一部なのかな、一部に。だから次の更新日の前になってギリギリやるっていう方がいるみたいだね。うん、まあそういう方がちょっとふざけんなと、いきなり告知話でやるから、やる前に前の分がなくなったじゃない、うん、っていうようなすごいね、炎上がしてるみたいです。掲示板、提案掲示板でね、今広場戦士ってやつですかね、いわゆる。でその方が何とか保証してくださいよって、何しに急に告知なしでいきなりやってるんですかという感じで言ってるみたいなんですが、まあ運営からすればね、まあ、どうなんだろうなっていう話なんだよね。まあだいぶね、このコンテンツスパンがね長いのよ。半年に1回ってイメージなんだけど、僕はだから半年前の話なんだよね、それが。運営からすれば、まあやってるんだから、そんだけ期間あるからやっといてよっていう多分気持ちなんだろうね。まあただ遊ぶか遊ばないかはユーザーのね、あれですからね、意見ですからね、気持ちですからね。なので、まあ強要はできんかもしれないけど、まあでもそれでただね、その掲示板に書いて保証しろっていうね、ことはね、多分通らないよね。まあ、だいぶ前に、あ、いいね、北東。だいぶ前のコンテンツですからね、まあ半年に1回、まあ4ヶ月前かな、約、うん、調べたら4ヶ月ぐらい前にあったみたいなんですけど、すごい掲示板が荒れてて、すごいよね。なんとこの辺かな、なんと
だから今回は何だろうな、どうだろうな、どっちに合わすかだよね。例えばコンテンツ来たからじゃあすぐやりましょうっていうタイプもいるし、コンテンツ来たけどちょっと一人で特定するのはめんどくさいし、こういうイベント、こういうコンテンツだからね、特定するのがめんどくさいから後でゆっくりやればいいでしょうっていうね、そういうタイプの人がね、告知なしでいきなり来て来たもんだから怒ってるっていうね感じなんでしょうけども、あ、ここだよ、ここだよ、ここだよ、ここ、ここだよ。まあなので、まあ、今回ね、まあ、やれなかった、前回のコンテンツやれなかった方はまず非常に残念ながら、多分っていうか、まあね、前回分はごめんなさいっていう感じしかないよね、保証ができないよねこれは。まあ今日来た時、いきなり来た時僕はバグかと思ったもん。え、告知もなしでやるから、あれバグでもしかしてやっちゃいけないのかって思ったもんね。はい、ドンドラゴンの皮福引き20枚、はい、やったぜ、ありがとう。ってことでラストなんですけど、これがまた難しい。これね、どこなんだろうね。ただこれ湖だろうね。まあちょっとわかんないから、しらみつぶしに大陸ね、こういう時高木ちゃんどうすればいいですか。うん、まずもう大陸をまず探そう。大陸を特定する。大陸をまずね、どこでもいいから。でまず大陸を特定したいから、適当に大陸を掘るの味がしない見当違いの場所ってことで、別の大陸を掘ってみましょうってことで、ガタラ大陸ではないってことなんだよね、ドアチャッカ大陸なので、この4つに絞られたわけで、じゃあまあオーグリード、みんななんかオーグリードって言ってるから、オーグリードちょっと行こうかな。さあオーグリードに来まして、さあ掘ってみる。あ、これの大陸も違うっていうことは、じゃああと3つの大陸のどっかにあると思うんですけど、はい、ドン、別の谷、汚れの谷、あ、プクリポなんだ。さあ汚れの谷に着きました。北東の位置、一番厄介なところだよな、この北東だからこっちか。しかも湖と柵があるとこだよね。まあ分かりやすいかもしれんけど、湖があって柵があるってことはね、うん、やっぱり他のメンバーもちょっと夢見の箱ばっかだったみたいですね、これ。今回アクセサリー箱なくなったのかな。小さなメダル、なんかね、小さなメダル意外と美味しかったのよね、このお宝写真のね。まあ初心者さんとか始めたばっかの人はやっぱりね、この美味しいだろうけどもね、この夢見の箱、夢のアクセサリー箱2だけど、やっぱ小さなメダルは汎用性があっていいじゃないね。別に初心者さんだろうがね、こうやってヘビーユーザーだろうが、結構もらって嬉しいもんだからね。あんまり僕らそのヘビーユーザーって、今僕はヘビーユーザーかどうかわからんけど、まあでもアクセサリーよりは小さなメダルもらった方が嬉しい立場からするような方は、今回お宝写真は金の錬金師をもらうだけでそんな美味しくないような気がする。こうしてしょっぱくなった、なんで直したんだろう。お、青い箱いいね。南、え、木が映ってて柵がある、ここだ。ん、ここか、ここだよね、青箱から。おお、出た出た出た、やったぜ。お宝写真で、お宝写真でメダルがもらえないから、青宝箱で、ああ、もらえると、そういったことかな。こいつ僕だよ、すいません、ごめんなさい。あ、ここここ、いいじゃない、はい、小さ2枚か、まあでもいいか、もらえたと思っとこうね、写真で、写真でもらったと思う。いやいや、お、ズバリこの辺合ってんじゃん、合ってんじゃん、こっちはこっち、いいじゃないいいじゃない、キャッキャキャッキャしながら楽しいよね。これは多分坊さんだから、よいしょ、ここ
あ、ここだ、ここ、ここ。あ、すごい微妙な位置だな。ここなんだ。さあ、エルフの男の子の喜び方はどんな感じなんだろう。裏だったんだね、ね。やったぜー、ありがとう。まあ、そんな言うても、あ、カオスベリーうまい。あ、カオスベリーと福引き券うまいけど、小さなメダルが欲しいぞ。ってことでありがとうございました。またお願いします。はい、っていうことで今日はお宝写真の動画でした。まあ、持ち寄りでね、ノナの持ち寄りのやり方はね、まあ、こんな感じで、まあ、特定とね、石を作ることで、まあルームとかね、ジム面とかフレンドで行く場合は、まあ、ワイワイワイでこうしながらね、楽しめるね、コンテンツなのでね、楽しんでみてやってみてはいかがでしょうか。ちょっと今、最後にくどいようですけど、ちょっと小さなメダルを返してください。小さなメダルください。雫を、メインに雫を渡せれなくなります、サブで。なので小さなメダル復活希望にゅ。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。